さあというわけでまたね訓練場の強いモンスターをひたすら倒し続けてラッキースフィアとかウンスフィアとかですねっていう素材も集めていきました。継続してまあ攻撃力スフィアとか物理防御スフィアっていうのも集めてねいろいろまあなんて言うんでしょうスフィア版に改造を加えていきましてまあなんて言うんでしょうね一部なんというかこんな感じで整地しているようなねマスというのもいくつかねできるようにはなったんですけれどもまあいろいろ改造を加えた回やってかステータスワッカー主力のワッカーはねだいぶ強くなったんじゃないかなと思います。攻撃力と防御あと魔法防御もですかねっていうのはカンストしてます。 MP もカンストしてますけどまあそこまで高くなくても大丈夫じゃないかな。 HP が本当はねもうちょっと欲しいんですけれどもまあちょっとアイアンクラッド狩りがね途中からだるくなってきたので2万ぐらいで妥協してあります。他の主力としてはアーロンさんとかリュックとかその辺のねキャラクターもいますけれどもアーロンさんもまあ輪っかには及ばないにしてもね結構大事な攻撃力とか防御面あとはまあ HP も一応ね9999でカンストはしてありますかね。リュックもまあ、うん、強いっちゃ強いんですけど、うん、まあ十分、なんて言うんでしょう、強い敵とはね、戦えるぐらいの強さにはなってくれたんじゃないかなと思います。運を結構上げられるようになったのがやっぱり大きいですね。回避とか命中とか、クリティカル率にも関わってくるようなステータスですので、これぐらい高ければ多分、残りのね、訓練場の強い敵にも、勝ちに行けるはず。というわけで、やってみましょうかね。バトル。残りのバトル。あ、そうだ。せっかくだからちょっと、毎回同じね、戦闘 BGM なのも、ちょっとなんというか、マンネリ気味なので、アレンジ版の BGM っていうのをちょっと流してみましょうか。インターナショナル版とか、HD 版からかな確か。まあ、原作とはちょっと違うアレンジのね、BGM が楽しめるようになったわけですけど、この状態でちょっと強敵と戦うようにしてみましょう。で、訓練場オリジナルですかね。とりあえずここまででアースイーターとヒュージスフィアと神竜は倒すことができまして、まだ残っているのが、カタストロフィー、ブラキオレイドス、ネスラグ、アルテマファスターと最後のページにいる何かなんですよね。とりあえず1ページのまだ倒していない強敵から戦っていこうかなと思いますんで、上から順番にまずはカタストロフィーやってみましょうか。カタストロフィー、真のコケラーの、なんというか、ね、殻にこもってるようなやつなんですけれどもどうしたもんかな。アロンさんとりあえずまずはクイックトリックでバスッと硬い輪っかはいつも通りアタックリールしちゃっても大丈夫ですかね。殻に閉じこもってる状態ですからダメージはそこまで出ないかもしれませんけれども今の攻撃力カンスト輪っかならすごいダメージが出てる。耐えるところまで鍛えられてますからね火力面に関しては。硬い殻が飾りのような中身が出てきたところでも変わらないと思うんですけどね。アロンさんはどうしようかな。ゲージを輪っかに託すこともできますからもう一回ちょっとアタックリューやってみるっていうのもいいかもしれませんね。つわけでアロンさんのゲージを託す。リュックはどうしようかな。適当なんか盗ませましょうか。へい勝負師の魂、まあ、調合とかで使い出がありますからねたくさん持っとくに越したことはないでしょうけども。よし2度目のアタックリール全部カンストなら120万弱のダメージが出せるようになってますかね。俺は倒せるんじゃないの。やりよった。全く攻撃させずに勝つことができました。鍛えすぎたのかな。でもちゃんと鍛えてないとね、前回挑戦した時みたいに、邪毒雲でしたっけ?あれでもいきなり全滅しかねないので、もうやられる前にやるのがいいでしょうね。よし、じゃあ次行きましょうか。カタストロフィーは割とサクッと倒せましたんで、その次のブラキオレイドスも、楽に勝てるといいんですけどね。やるぞ。先制されおった。これはちょっと分が悪いんじゃないか。1万5000ギル払っちゃったけど、先制取られると色々まずいので、いいよ、じいさんにくれてやろう。改めて、ブラキオレイドス2戦目。今度は先制取られてませんね。いきなり動かれたらね、だいぶ戦いにくくなっちゃいますから。アロンさんは、どうしようかな。プロテスを入れてもあまり意味がないんだったっけ。なんか、励ますとかそういうのをやっときましょうか。
先に言っとくと、こいつのカウンター攻撃がデスペルの効果があって、プロテストが出ても確か剥がされちゃうんですよね。なのでまあデスペルで剥がされない励ますを入れてね、火ダメをちょっとでも軽減できるようにしておきました。でそれからのアタックリールよ、カタストロフィーは前段カースト出ましたけれども、ブラキオレードスはどうかな、出てますね。ただこいつは攻撃すると断罪してくるんですよね、バシッと。まあでもみんな防御力は高めてありますからね、そこまで大したダメージになってないか。じゃあちょっと輪っかにもう一回ゲージを託してアタックリール使えるようにしておきましょうかね。リュックはどうしよう、他にやることないならリュックもちょっと励ますで断罪とかの火ダメージ減らせるようにバフを入れてもらいましょうかね。で輪っか、もう一回アタックリールやってくんないかな。もうずっと輪っか回転しっぱなしですからね、三半規管がめちゃくちゃ鍛えられているんだろうな。二回アタックリールぶち込んでも倒れない。この辺になってくると本当体力もバカ高くなってますよね。リュックはちょっと体力的に心配やな、回復してあげた方がいいかな。あでもアーロンさんケアルガーとかはまだ使えないのか、じゃあどうしようかな、使うでアルベド回復薬でも使わせましょうか。みんなアルベド回復薬使えるようになってきてますからね。じゃあちょっと赤3度目のアタックリールをぶち込んでくれよ。アロンさんはもうあとは防御でいいや、次で決められなかったらちょっとまずいかもしれん。危なくなったらちょっと誰かを言うなと交代させて召喚獣に、かわいそうですけどね、攻撃を受けてもらうっていうやり過ごし方もあるので、まだなんとかなるかもしれんけど、お勝てた。カウンター持ちは怖いですね、体力も高かったし、とりあえず勝てたならよかった。よしでブラキオレイドスを倒して、その次がネスラグか、ネスラグ見てろよ、でんでん虫、でんでん虫先制取れましたね。とりあえずこいつは叩くと100万トンで押し潰してくるめちゃくちゃ怖い敵だったわけですけど、こいつはまだちょっとね、アタックリールは使わないでクイックトリックで攻めましょうか。大技はねもうちょっと後の段階に打っておきたいので、リュックもクイックトリックしてもらいましょうか。スパッと、リュックももう軽々とカンストダメージ出せるようになってますね。この細腕ですごいダメージが繰り出されている。バシッと、体力はやっぱすごい高いでしょうけどね、見た目通りなんていうかのろまそうな敵ですから、こちら全員ヘイスト状態でなおかつクイックトリック連発ができればほぼ一方的に叩いていけますかね。よいしょ、オートヘイストはね、なんて言うんでしょう、 HP 限界突破とかと比べて用意しやすいからだいぶ楽してるんですけれども、次動くとこいつが攻撃仕掛けてきますね。とりあえずちょっと様子を見ましょうか。100万トン耐えられる、防御255でもダメか、リュックはカンストはしてないけど、それでもやっぱり HP1 万超えてないと耐えられないでしょうね。逆に HP がもっとあれば100万トンの重量に耐えられるって考えたら、それはそれで人間やめてる気がするけど。あら、殻にこもってしまった。なんか寝顔っぽいのが地味になんか落ち着いて見えるのがイラっとくる。こうなるとクイックトリックとか効かなくなっちゃうんですね。なのでこのタイミングでアタックリールを使わないといけないわけだ。よし、あっこれは痛い。殻にこもっちゃうとジャンボプリンと同じですからね、オーバードライブ以外の物理攻撃はもう一切効かなくなっちゃうみたいなので、魔法で叩くかオーバードライブで攻めるかですねっていう風にしないといけないわけで、ただそのオーバードライブ
さっきは盛大にね、ミスってしまったので。もう失敗できねえぞ、バカ。はい、はい。よし。本来12発打ち込めるところが、たったの4発、80万ダメージくらい、損してるっていうのはかなり痛いんじゃないかな。起き上がった。もだえておる。殻が砕かれた。カタツムリじゃなくてナメクジなんですかね。本物のカタツムリって中身に内臓とか詰まってるはずだから、殻が壊れたらもうそのまま死んじゃうようなもんだと思うんですけど。とりあえずナメクジには、塩を投げる。えい。1000ぐらいダメージ入った。地味にこういう小ネタ仕込んでくるの好きですよ。えい。とりあえず、あとはもう、さっきと同じように叩いていくだけですかね。殻は再生されないはずなんで、ここでまた輪っかにアタックリールしてもらえば、手っ取り早く倒すこともできるかな。もう一回ちょっとアタックリール、よろしく頼むぜ。よし。たまーにミスって4ヒットとかになっちゃいますからね。気抜くと、すごいロスになってしまいかねえ。倒した。100万トンの威力がやっぱりすごい、恐ろしい敵でしたけれども、限界まで鍛え上げた火力の前には、勝てなかったようで。AP すごい余っちゃいますよね。どんどん使っていくべきなんでしょうけど。ペンデュラももらった。よかったね。よし、じゃあ最後かな。カタストロフィー、ブラキオレイドス、ネスラグと倒して、あとこのページの中で倒していないのは、アルテマバスターだけでしたね。先制された。逃げる。これは分が悪い。戦い方としてはちょっと卑怯な気もするけどな。仕切り直し。よしよしよし。1万5000キル。損したけど、いいよ。勝てればいい。っていうわけで、アルテマバスターですね。前戦って、とりあえず両腕とか頭はすぐに潰せたんですけど、本体のアルテマ食らって、あっさりと全滅してしまったんですかね。まあでも今の3人だったら、魔法防御はすごい高いから、アルテマにも耐えられるんじゃないかな。とりあえず本体叩く前に、腕とかはしっかり潰しておきましょうね。あ、皮、頭。頭攻撃できるのはやっぱり、ね、遠距離攻撃ができる輪っかだけでしょうから。リュックは腕を。腕はさすが何も持ってないか。本体だけなのかな。さあ、これでボディがガラ空きになりました。アノさんはクイックトリックで攻撃してもらって、ワッカは、もう容赦なくアタックリール使っていくぞ。ほい、ほい、どや。アタックリールね、攻撃力カンストしてるから、今回も、ね、99999出てますけど、よし。もうあとは輪っかのアタックリールだけで削っていくこともできるでしょうけど。リュックはなんか踏んどれたりしないかな。勝負師の魂か。この手の強敵からよく取れますよね。勝負師の魂。ギャンブラーソウル。さあ、いけるかな。まだ倒れんか。やっぱり。ネスラグとかブラキオレイドス並みの体力あるみたいですね。アロさんも連続攻撃あんまりできないんで、クイックトリックだけで頑張ってもらおうか。リュックはゲージを輪っかに託す。殴られた。今のアロンさんならまあ、なんとか耐えられますかね。地味にやっぱああいう物理防御とかもカンストまで上げとくのすごい大事ですね。防御面を甘く見ると、ね、あっさりやられちゃうこともありますので。まだ倒れんか。
ここまで耐えたのは初めてじゃないか、アルテマバスターさんよ。あとはもうゲージ貯めることもできませんからね、戦闘中貯めていけるようなタイプじゃないので、ひたすらクイックトリックで削っていくしかねえ。おい、次敵が動くまでに仕留められるかな。はい、あんまり敵が動かないからもうでかいサンドバッグみたいになりつつあるけど、次動かれたらアルテマされそうな気がして怖いんですよね。どうしよっかな。いや、作動来る。アルテマが来ない。バッカー殴られてもそんなダメージ受けてないし、カウンターでやっつけられちゃいましたね。意外とあっけない最後やった。よし、というわけで訓練場オリジナルのモンスターも一通り倒すことができて、まだ最後の1ページの敵がね出てきていないわけなんですけれども、どういうことだよじいさん。あらゆる魔物が集まったんじゃとは言うけど、まだなんかあるんでしょう。おじいさん、なんか隠してない？我ながらどえらい魔物を作り出してしもうたの。最高の気分じゃ、お主にもわしの喜びを分けてやろう。ここに来て一番最後のとんでもないやつを作り上げたみたいですね。試しに戦ってみるかの、最初に一回はただでええぞ。じゃあ、お言葉に甘えて。またすごいの作りましたね。すべてを超えし者。すべてを知る者的なネーミング。すべてを超えているらしい。えい。硬い音がする。一応叩いてカンストダメージは出ているんですけれども、あ、リュックはさすがにちょっと、届いてはいないか。オメガウェポンとかの色違いですね。防御力乾燥してるワッカが殴られて1万4000ぐらい持ってかれちゃうか。ステータスが本当に全てを超えてそうな感じはしてますよね。確かにエターナルカノン、永遠の大砲的な、またすごい威力ですね。オートフェニックスとかでまあ生き返ることはできるみたいなんですけれども、体力の底が見えないですね。ゲージ溜めずに挑んじゃってるからアタックリールは使えないっていうのもねありますけど、今のところでもこいつ単体攻撃しかしてきてないですよね。殴ってカウンターしてくるわけでもないので、地道に削っていけばいつか倒せる相手かもしれんけど、オートフェニックスもありますからね。今戦闘出してる3人の防具にはオートフェニックスつけてますので、全体攻撃で3人一遍にやられない限りはね、復活を繰り返しながら勝つことはできそうなんですが、そんな話を教えたらウルトラスパークをされてしまい、これは死にますわ。さすがにこれは死ぬわ。なんじゃ負けてしもうたが、まだまだ修行が足りんの。訓練場オリジナルモンスター全部倒してな、うん、ドヤ顔してたらこの有様よ。さてどうしたもんですかね。ウルトラスパークみたいな全体攻撃をしのぐにはやっぱり敵が動く直前にユーナに代わってもらって召喚獣を盾にするっていうね、ちょっとかわいそうなやり方でしのぐしかないんですけども、それならギリギリいけるかもしれんな。ちょっと準備を整えて再挑戦してみましょうかね。